皆様こんにちは、斉藤明です。で、今日は12月16日、この日はまあ盛岡ゼブラにとっては多分365日の中で一番屈辱的な、まあ告知日っていうのかな、そんな日ですね。今から10年前、12月16日、東北社会人一部二部入れ替え戦がありまして、盛岡ゼブラが史上初 T1 降格となった、誠に恥ずべき、いや本当に開墾の一日となってしまいました。あの試合ね、ゼブラが先制したんですよ。ゼブラが先制したんですけど、やっぱりね、上を目指すチームっていうのはかなり違ってて、もう相手の勢いに押される形で死に火がついたビアンコーネ福島がバンバンバンとやっちゃって、後半に至ってはもう2つオンゴールですからね。正直試合終わった後はもう大文字そっと押して、もう泣きたくなるくらいでしたよ。あの頃はね、もうお前らやる気ねえんだよ、ゼブラ偶者と合併しろこの野郎ってね、ヤジ飛ばしまくってました。あれでお前ら、まあネットではね、お前がそんなこと言いまくるからゼブラ負けたんじゃないかみたいなこと言われました、10年前。じゃあそんなこと言うならよ、今更だけど、ゼブラと偶者合併してたらどうなってたんだっていうことになりますね、今。ゼブグル合併が実現していたら、まあグルージャが史実より、まあ福島ユナイテッドより先に JFL に上がっていたのかどうか、岩手国体優勝したのかとかね、果たしてどうだったんでしょうかね。で、あの時いろいろと、まあちょっとギレンザビの演説みたいなものでね、かっこよく決めようと思ってたんですが、さすがにそういうもんでもなくて、実は2007年の12月に私ブログでですね、盛岡ゼブラのと岩手ポジションについてね、まあもう IRV の覚悟っていうものをね、したためた文章があるんです。元ネタは実は角川書店の文庫本を読んでる方ならね、お分かりかもしれませんが、あの巻末言です。角川峰義の角川文庫発刊に際してのお言葉なんですが、いきます。盛岡ゼブラの対ビアンコーネ福島戦の敗北は、実力的敗北以上に我々盛岡ゼブラの総合力の敗北であった。我々は岩手サッカーが対外戦において無力であり、単なる荒話に過ぎなかったことを痛感した。盛岡ゼブラの歴史の50年の歳月は決して短すぎたとは言えない。むしろ、J クラブの徒党の連中に比べれば長かったと思う。にもかかわらず、岩手サッカーの伝統を確立し、自由なプレーと柔軟な発想に富む岩手サッカーを形成することに失敗したことが、今回の東北一部陥落、東北二部降格という元凶ではないのか。そしてこれは、岩手県体育協会並びに岩手県サッカー協会の責任であるのだ。これを受け、我々は振り出しに戻り、再び第一歩を踏み出すことを余儀なくされるだろう。これは大きな不幸、屈辱ではあるが、これまでの未熟でぬるま湯に使っていた岩手のサッカーに、正しい秩序と確たる基礎をもたらすための絶好の機会である。IRV岩手レボリューションは
このような岩手サッカーの危機にあたり、微力をも顧みず革命の礎たるべき抱負と決意を持って出発するが、ここに盛岡市民並びに岩手県民の愛情ある忠言と支持とによって1年での東北一部復帰並びに来るべき岩手国体の制覇、東北の制覇にその悲願を達成せしめられんことを切に願う、ジークゼブラーってね、やってたわけですけど、ほんとね、まあ、国体か。俺、国体直後ね、上川明彦やめろみたいなことをね、ネットにバンバン書きまくって、本当に上川さん切っちゃいましたからね。俺も、グルージャンフロントと顔、合わせる顔ないっすね。って言いたいんですけど、まあ、フロントも変わっちゃったんで、まあ、合わす顔、まあ、あるいは連帯責任でしょ。まあ、今のフロントと利見さんに関しては、まあ、悪いこと言いませんけど、まあ、ソニー戦には勝ってますからね、現に。まあ、来年、仮に、ブルージャーから、余剰人員国体選抜に出したり、ゼブラ貸し出しやるって時にはね、もうお願いしますよ。もう来年ね、ブルージャーが、まあ、国体選抜を送って、利見が、国体選抜を監督って言ったら、ゼブラからも何人か出してくださいよ。いや、つうかグルージャの選手をゼブラに貸し出した上でっていうのもありだと思いますけどね。本当お願いします。もうね、ゼブラもね、もう二度ととは言いませんけどね、 T1 からね落ちてほしくないんだよ。今後落ちたってね、どこと合併するんだって、合併球団ないじゃないかってことになっちゃいますからね。